どうにご注意ください。ミニちゃんに言えないなと思って。よく待ってるのに。すいません、新幹線の竹富駅までお願いします。はい、こちら越前竹富駅になります。はい、こちらはですね、新幹線単独の駅なんですけども、駅の、ね、横にですね、道の駅ができてまし て、先にですね、道の駅の方が、開業という形で、なっております。でね、このようにも道の駅に開業してまして、横にこれでこう駅があるんですけども、当然駅の中は入れないんですけども、中もねちょっと窓越しではあるんですが見ることができると思いますので、まあ近づくっていう形になりますので、行ってみたいと思います。この辺が将来的なバス停、さっきにもね私タクシーで来たんで、そこがタクシー降り場になると思うんですけどね。
ちゃ送迎バスとかね、ちょっとね、分かりづらいんですけどね、あの、あっちの奥、この奥にかね、高速道路の百武インターの出入り口になっています。ちょっとね、分かりづらいんですけどね、駅から、高速インター近いんでね、JR 東海でいうと岐阜羽島みたいな感じで、まあ、高速からね、新幹線っていうようなアクセスっていうか、そういうね、サービスもできるんじゃないでしょうかね。あの高速で、こちらこちら越前竹富まで、あのバスとかね、観光バス乗りつけて、そういうやり方もできるんじゃないかと将来ね思います。こちらがですね、越前竹富駅、道の駅の越前竹富になります。じゃあ早速ね、駅の方、肝心要の駅行きます。暗くて分かりづらいと思うんですけどね、はい、駅の裏側っていうかね、こちらに来ました。こちらもね、普通でしたら、まだこの駐車場立ち入り禁止のと思うんですけども、まあ、道の駅ができてるんでね、こちらもまあ開放してるというような感じです。今後どうなるんですかね、これね、なんか有料駐車場にするような雰囲気は全く今のところないようですね。これショッピングモールみたいな感じのね、感じで、普通にこうやってこう駅の入り口にこうやってね、駐車場を普通に止めて、そのまま駅の改札っていうか、コースに入れるような感じになっています。なかなかね、開業前にこんな感じでオープンなのも珍しいような感じがしますけどね。いや、いいんじゃないですかね。うわ、これが不自由な方用の駐車場からすぐ声がかかって、なんか入れますからね。将来はかなり便利ではないでしょうかね。多分ビデオには映ってないかと思うんですけどね。あ、一応ね、緑の窓口ありますね。ちょっと分かりづらいと思うんですけどね。自動券売機が入って、その横がね、一応ね、緑の窓口ありますね。あー、緑の窓口作るんだね、今回。ちょっとビデオでは多分映ってないと思うんですけども、よく覗き込むと切符売り場、緑の窓口っていうのがあります。今新幹線高架下にいるんですけど、こっからだとちゃんと見ますね。その正面がね、これ自動券売機で、横が、まあ、緑の窓口、切符売り場とかありますかね。一応緑の窓口今回作るようですが、あるようですね。今新幹線の駅でも緑の窓口ない駅の方が多くなってきてるんですけども、でこの辺で言うと
この辺です。あの黒部宇奈月温泉駅は、で緑の窓口も廃止という形なんですけども、最初からね一応作っておくっていうことは、感じですかね。でこれが、乗り場で、多分この奥に、そう、ここが多分自動改札機が設置されるとこで、でこれが時刻表というか案内のやつですね。おお。ここからだとね、大体ちゃんと見えますね。よかったよかった。一番線が金沢東京方面で、改札内にはトイレがあるようですね。ということはあっち側が、まだまだね工事中ですね。床のタイルも揃っていません。